ラザロの復活、またはラザロの蘇生は、イタリアのバロック期の画家、カラバジョが1609年頃に制作した絵画である。作品はメッシーナ州立美術館に所蔵されている。1608年8月、カラバジョは現在知られていない犯罪で投獄されていたマルタから逃亡し、友人の芸術家マリオ・ミンニーチと一緒にシチリア島に避難した。 ミニーティの仲介で、カラバジョは、メッシーナのパードリ・クロチーフェリ協会のためにこの作品を含む多くの重要な注文を得た。この作品は、1609年6月10日に、裕福なジェノバの商人ジョバンニ・ニバッティスタ・デ・ラッザーリによって、パードリ・クロチーフェリ協会に奉納された。制作料金は1000スクードで、カラバジョが以前に受け取ったものの2倍以上であった。 マルタとマリアの兄弟であるラザロは、カラバジョがパードリ・クロチーフェリ教会で祭壇画を描く契約をしたジョバン・ニバティスタで、ラッツァーリの守護聖人であった。ヨハネによる福音書は、ラザロがどのようにして病気になり、死に埋葬され、そしてキリストによって奇跡的に死から蘇らせられたかを語っている。カラバジョのこの時期のいくつかの絵画のように、 場面は登場人物の一群を圧倒する空白の壁を背景として設定されている。上部の大きな空白の中、集団的な動作と感情にとらわれた人物群が作り出す相互作用は画家の初期及び中期の焦点を絞った個別のドラマとは全く違っている。カラバッジョの作品では通例であるが、光はドラマの重要な要素になり、ラザロの手や、 見物人の不可思議な顔などの重要な詳細を明るみに出している。カラバジョがこの絵のために新たに埋葬された遺体を発掘したという古い話はおそらく作り話であるが可能性の限界を超えてはいない。一方、ナザロの遺体は実際の遺体というより十字架像に似ているので十字架を紋章としていた。 クロチーフェリ教会が所有していた木彫りの十字画像を模している可能性がある。一部の人物は地域社会の人々をモデルにしていると言われているが、カラバジョは自分の記憶にも頼っている。全体の構想はジュリオロマーノに習った版画に基づいており、カラバジョのキリストは聖魔隊の証明のキリストを反転した像となっている。キリストの顔は黒く塗りつぶされ、 人物たちは、キリストの背後の光の方を向いているように見える。筆色荒く、画家の不安を表しているかのようである。絵画は、保存状態が悪く、かなり修復されており、一部の箇所は、助手の手になる可能性がある。フランチェスコ・スジンノによると、カラバジョは、最初のバージョンを作成したが、不評となった後でカミソリで破壊してしまった。その後、画家は、 現在のバージョンを記録的な速さで終えたというが、おそらくこの話は空想である。ただ短期間で描いたように見えるのは確かである。メッシーナ州立美術館、シチリアカラバチオへの旅天才画家の光と闇から、宮下木久朗、角川学芸出版、2007年刊行209校。 参照 ISBN978 から4から04から70万3416から75月11日閲覧、カラバハジオ巡礼キクロウ、宮下、宮下キクロウ、新庁舎、東京、2010年。ISBN978 から4から10から60万2200から5。億力6億7439万4394。 カラバジョへの旅天才画家の光と闇から、宮下木久郎、角川学芸出版、2007年刊行、208校、参照 ISBN978 から4から04から70万3416から75月11日閲覧。ありがとうございます。